はい、えー、動画をご覧の皆様いつもありがとうございます。竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、えー、えー、<laughs> 安田記念も終わりましてね、えー、ルメールが。えー、今年の上半期まだ宝塚ありますけど、えー、そうですね、ルメールが自分は参照しているということで、まあ、 そうですね。えー、まあ、複数回ね、G1 勝ってるのが多分ルメールだけかなという感じで、で、まあ、リーディングですし、文句のね、言いようもないぐらいの活躍をしていますね。ちょっと、そうですね、あそこまで、えー、ぶち抜けてるとね、もう、うん。 まあ、優遇されてるとかどうとかっていうのはちょっと言えなくなってきちゃうのかなという感じでございます。えー、そうですね。で、えーまあ、今週、まあ、もう一回ね、えー、二条開催になるわけなんですが、えー、何やら、えー、今週ちょっとつい、ねえー、日本列島、梅雨入りラッシュになるんじゃないかなというような話です。前線の方もあります、出てきますし、であと、台風がね、2つできそうだということで、 まあ結構、週末あたり、大雨になるようなえ話も出ているということにね、なってきますので、うん。また馬券の方ね、なかなか難しかったりとか、まあ開催に影響が出るんじゃないかとか、まあいろんなことを考えながら、週末は過ごさなきゃいけないなと思っております。はい。では、今週末の反応調教要チェック馬と、期待値高い馬芝ダートとと、簡単にやっていきたいと思います。 まずコンシューマーズのロ反長調教用チェック、えー、過去にこれくらいの反長調教時計の時に高層が多い馬の中から気になる馬をピックアップしていきますということで、えー、52秒から53.9秒の時レッドオールが馬券内パーフェクトミリッサもいいですね54から55.93勝1ミリオンス54.0から55.94、えー、勝3着1とかような感じになっておりますうそうですね1ミリオンスとかは まあ実力もあっても僕好きな馬ですしそうですねやっぱこれでえまあダービーの時がねもうまさにあのワグネリアンがデビューから参戦はね半路の時計の出し方が同じだったりとかしてまあそういうのって結構あるのでまあ競走馬すべてね見てたらレースまで日が暮れちゃいますけど。 ただ、あのまあ、特別登録の段階でやっていけば、平日をね、予想に、平日がもう週末の予想に使えますし、うん、まあ、多分ね、あ,のあれなんですよね、あの、週末、まあ、金曜日に競馬新聞買って予想をスタートするっていう人が、まあ、大半ですよね、やっぱ100人いたら、うん、94、5人はまあ、そういう風だと思うんですけど。 結局、時間も足りないですしね、月曜からちょこちょこっとやっていく方が、まあま、あ言ったら日曜の夜からね、ちょこちょこっとあのまあ目を通す程度でも、前走のレースを見て、なんか目も取る程度でもやれば、全然変わってきますし、あのやれる予想の量がね、えー、増えるので、で結構めんどくさいかなとも、あの思うとは思うんですけど、基本、競馬好きだったら、まあ、分あの慣れますね。はい。 ま、結構、別にあの映像を見たりとかね、データを見たりとか。僕、なんかま、競馬はもちろん、プロレスサッカー、全部ね、あの、いつだってどこだって見ますけど、好きなんでね、あの、好きなことをやっているだけなので、別に、あの、面倒とかね、思うことはないと思います。多分面倒だって思うんだったら、それはね、勘違いです。 で、えー、特別レース期待値の高い馬、芝編です。竹、え、内、ー、ロジック、ミリオンダラバー検スとか SPL とか、とか指数などなど、利用して前層の情報だけで回収が高い馬を抽出する方法があるので、えー、それをアップしております。ということになります。えーえー、そうですね。該当馬、えー、プリンスオブペスカ、グローブシアター、えー、フォーラウェイ、うん、どこできるのかなフォーラウェイなんですかね、えー。バーティスティーニ、バーティスティーニですね。 いいですねワールドカップ始まる前にね、なんか、この間も言ったな、この話、バティスティーニって名前は、なんかちょっと気になりますよね。で、えー、レッド・オルガ、レッド・オルガですね。こ、え、のー、オルガっていうところの、ペタジーニの奥さんでしたっけあの、こっち野球だなと、野球サッカーで、えー、2頭だなって感じです。あと、マーメイド・ステクス、うん、週末ね、もし雨だったら、えー、それこそ本当にマーメイドが勝つんじゃないかっていうようなことになると思うんですが、えー、金賞、雪姫と。 マーメイドだっつってんのに雪姫ですからね。またこの辺もややこしいわけなんですが。まあまあまあ。あの、金賞雪姫は、そうですね。コースとかをあメンバー考えてもうん、中心ぐらいの評価をされるんではないでしょうかと思っていたりしますが、どうなんでしょう。次、えー、特別レース期待値の高い馬、ダート編。 ということで、えー、これもまあ竹内ロジックを利用して前奏の情報だけで、さっきと同じですね、はいえー、<laughs> さっきと同じなんでちょっと読むのやめますが、えー、該当はアガスティア、えー、歌舞伎物、南洋プルート、えー、名称、サチシオ、えー、アガスティア、これはアガスティア2回目ですね、えーまあ、2つ登録してます、ビッグアイランド、マイネル・オスカル、えー、ロングライフェン、ロイヤル・パンプということで、このあたりが該当しております。 ま、そんな感じですね。はい。えー、っと、ブログアットギャロップの方、えー、辞の、えー、期待、辞奏期待値が高い馬もアップしてあります。特別登録時に総合評価指数も、えー、アップしてありますので、ぜひぜひアクセスしてみてください。テイクアップアームズの方にも、えー、平日更新しております。 え本の方はこんな感じになっております。もうこれもね、そろそろ外さなきゃだめですね。あの、そうですよね、もうミリオンナラッシュボバをですね、あのー、<laughs> さっさと売り切れてくれたら、もうこの画面出さなくていいんですけどね。うん。あと何冊ぐらいあるんでしょうか。よくわかりませんが。えー、DL マーケットさん、えー、サンデー1ルフィーバー、えー、呼び返りの法則2018アップしております。で、えー、馬尻なんですが、 まあ、ダービーがね、当たったことで、また、あの、いろんなとこからメールいただいたりしたんですけど、あの、ちょっとね、馬尻の、えー、ホームページの方に、なんかちょっと不思議なお問い合わせが来てまして、あの、配信停止希望という、あの、メールをいただきました。で、馬尻は特にメルマガがないですし、メール発信媒体もないので、あ,あっても、まあ、サイトがある。 SNS がある。で、アプリがあるっていう状態なので、えー、配信停止っていうのは、何のことやらほいと。いうことで、えー、制作メンバーの方はちょっと首をかしげている状態です。まあね、あの、アップルで配信中の馬尻なんで、配信停止希望っていうのは馬尻を配信しないでくれっていうことなのか、もしれませんが、まあそんなことはないでしょうし、 うーん何でしょうね。何かと間違えてメールされたのかな、というような感じですが。まあでももしかしたら馬知りを配信しないでくれ、っていうことなのかもしれませんけど、ちょっとそれはね、できないということになってくるので申し訳ないところなんですが。まあでも結構ありますよね。あの、何でしょう、その、まこれを広げるのはあまり良くないかもしれませんが、例えばあのうちのコンテンツ、会員コンテンツとかで言うと、あのー、 この項目は僕は使わないんで消してくれませんかって言われたりするんですよ。でも他、その人以外の100人とかは使っているわけじゃないですか。あの、完全になんか1対1に、1対1の関係性になっちゃってるっていうか、まあすごく自己、自己中心的なね、風になっちゃったりしている。まあでも今の世の中ネットのこの、 社会だととしょうがななないのかなとか、まあ、思ったりはすするわけけんですけどちょっとね多分悪気があってとかじゃなくてあの錯覚をしてしまってですねあの俺はいらないからこれ消してくれっていうことになっちゃうとはなっちゃってるのかなとか思うんですけど。 あのまあ、皆さんね、ご利用のものですので、なかなかそういうことはできませんが、えー、馬尻に関しては本当にあのちょっとよく分からなかったので、もしねこれ聞いてらっしゃったら、えー、何のことだったかなーっていうのをちょっと、馬尻政作委員会の方にメールしてあげますと、ですね、えー、馬尻政作チームの方も、えー、もやもやが取れるんじゃないかなと思います。 うん、こういうもやもやに一番弱いのはまあ僕なんですけどね。このずっとこの考えてしまう。何のことだったんだろう何のことだったんだろうって、ずっと考えてしまうんでね、本当に。それでもうめっきりストレス太りですね、最近は。<laughs> いや、ちょっとストレス太りというか、あの、再度ね、禁煙をしてるんですよね、実は。禁煙というか、アイコスにずっと2年ぐらい切り替えて。で、 まあちょっとひょんなことからやめたんですけど、あのアイコスをやめるのって割と楽でしたね。ええー。もうやめて1ヶ月ですけど、まあ吸いたいと思ったこともないですし。うんで。ニコチンパッチとかね、いっぱい買ったんですけど、結局2枚しか使わなくて、えー、結構高いじゃないですか、ニコチンのあのシールね。あれね、えー、残り10枚どうしようかなーっていう。 まあ身の回りで欲しい人がいたらあげようかなとかね、思ったりしてますし、それこそアイコスの本体ももういらないので、2つ持ってるんですけど、どうしようかなでまあ人からね、あの、いただいたものなんで、なかなか人にもそれを差し上げるっていうのはどうかと思うんですが、えなんでしょうね、そのタムコをやめたらですね、1ヶ月で7キロ、6キロか、増量してしまうというね、え恐ろしいことが起きまして、えどういうことなんでしょう。食べる量がそんなに変わっていないはずなのに。 そうだからねあのまあ多分割とジャンルで言ったらあのギャンブル好きな人って喫煙率高いと思うんですよね日本って全体的な喫煙率下がってますけどあの多分パチンコとか、まあ、パチンコ好きな人が一番喫煙率高いような気はするんですがあのある程度ねやめるときにそのいろいろ体重の増加とかそういうものもちょっと 検討ししして対策たた上で、えー、禁煙をした方がいいいかなと思います僕みたいに、よし、もう明日からやめようって言って、ペッてやめちゃってですね、えー、そこまでちょっと考えてなかったんで、あーまあ、体重がね、体重が増えるっていうのは、まあ、痩せすぎの人もね、あの体に悪いですけど、やっぱ体重があの多くなってきてしまうと体にも悪いですし、うん。やっぱ自己管理。 っていう部分では、えー、適正な体重にしていなきゃいけないんですけども、うん、そうですね僕の場合はだからジムも行ってるので、まあ、筋肉量も増えているし食べちゃってるのかわからないですけどねまあその腸とか胃が健康になって吸収率が上がったのじゃないかっていう説もあるんですが、えー、なんかちょっとだんだんよくわからない体型にな <laughs> ってきてしまっているので、うん、ちょっとね、えー、なんか細抹茶を目指してねジムに行ってたんですけどだんだんあの なんです,すごい丸っこいなん,なんですか丸っこくて熱いなんか変なちょっとかっこよくない体型に、ね、なってきてしまっているのでこれをね何とかシュッとさせてですねシュッとさせないとあのちょっとなかなかね、えー、映像で出れない <laughs> 出れなくなってるので、うん、本当はね細マッチョになってちょっとあのかっこよくなってからあの 特番ぽいチャンネルとかもね、復活しようかと思ってたんですけどね。えー、なかなかそういうわけにもいかずと <laughs>、いうことにえなっておりますが、えー、まあ、ちょっとね、雑談も長すぎるんで、この辺りで、えー、切り上げたいと思うんですけど、えー、そうですね。まあ,あ上半期も、まあ、あと1ヶ月足らずで終わってしまって、まあ宝塚記念ので、ま閉、あ、めることになるわけなんですけど、 うんまあ、夏競馬もね、あの夏競馬、これ毎年言うんですけど、夏競馬だからやらないっていうあの、よくわからない選択肢を取る人が結構な、競馬ファンの、ね、結構大きなシェアを占めていたりするわけなんですよ。うん、G1 しかやらないの方がまだ理解はできるんですけどね。なんか、あの正月じゃねえな、ー、春の G1 始まるまで、始まったら復活してで、なぜか夏競馬になったらやらないで、新馬戦も見なかったりして、 うん、で、秋ぐらいになると、えー、競馬を見始めると。で、G1 とかね、重症があるから競馬を見るっていうのは分かるんですけど、でも、そこ、その場合、重症とかだけ見てるんじゃなくて、まあ、結構、未勝利戦からがっつり見たりする人も結構多い。で、そうなると、じゃあ、なぜ、えっ、ー、と、夏競馬の未勝利戦とか500万とか、その辺には興味がないんだろうっていう、その不思議なね、えー、ところがあったりするんですけど、うん、やっぱりね、夏競馬、ちゃんと見てると、その、 なんでしょう、ね、やっぱ夏に成長した馬とかをね秋に自分の目で見て考えて変えるっていうのが結構でかい、えー、アドバンテージになったりするなっていうのは毎年のように感じます。うん、どうしてもなんか懐けば、ねあの 走ってる、まあ、地方で走ってるローカルで走ってるような馬のことを軽視する傾向がね競馬ファンの方にはあるんですけど全然あのレベルで見たらね中央4条よりレベルが高いローカルなんて当然ありいくらでもありますしでそういうところを見てるのは楽しみですし、ね、あとやっぱ新馬戦をじっくり見るからこそあこれねそういう馬たちの頂点がダービー馬なんだなとダービーに勝った馬なんだなっていうところでねその1年後に感動できたりするので。 うん、やっぱ皐月賞から競馬ねサツキ皐月賞から競馬見始めてダービー見て感動できるかって言ったら僕はちょっとそれは嘘なんじゃないかなと思いますし、うん、まあ競馬をね、えー、今この馬死の画面には競馬予想をもっと楽しくするアプリって書いてありますけどそもそも競馬とか競馬予想をもっと楽しくするには一番楽しくするには当然年中競馬を見てあのー、ね 競馬を見て、その、見続けることが一番楽しくなるはずなので、えー、このスポット参戦じゃないですけどね、ピンポイントで見てでも、やっぱりそれは面白くないんじゃないのかなぁと、うん、思うんで、まあぜひね、あの、夏競馬普段見ないよって人も、なんか今年はちょっと見てもらえたら、えー、嬉しいなぁと思いますし、うん。まあ別に、 だから結局地方競馬とかを見ないって人もいますけど、まあ、地方だって、ダートだって別に中央と比べればレベルは低いかもしれませんけどでも、その中では同じぐらいのレベルで戦ってるんで見てれば面白いですしなんかそうですねなんか、この時期でいうとサッカーワールドカップ始まりますけどなんかワールドカップしか見ないよって人もいますし、まあ他のところで言ったら,だからワールドカップしか見ないよっていう人はなんか g 1だけ見る人とかですよね。 で、まあ、ヨーロッパサッカーだけ見るよっていう人もいます。まあ、J リーグ見ないよっていう人もいる。ただ、うん、J リーグも見りゃ面白いですね、はっきり言って、えー。そんなにレベルが低くない、やっぱり、レベルが低いわけでもないですし、まあ、それはヨーロッパと比べりゃ、ね、別ですけど。うん、なんで、その競技が好きだったら結構幅広く見ると面白いですし、あの、気,づ気がつくこともね、いっぱいありますから、うん。 ぜひ、あの、夏競馬普段見ない人は、夏競馬を今年はね、ちょっと見てもらえたら嬉しいな、なんて思っております。長くなりましたが、この辺にしときましょう。竹内でした。さよなら。